ナルトカントリークラブは徳島県ナルト市にあるゴルフ場である。1955年代、徳島県内のゴルフ場は、1960年5月3日、開場した徳島ゴルフクラブ、吉野川コースの1カ所だけで、いつも大繁盛していた。徳島ゴルフクラブが開場した5年後、本格派の18ホールが必要だという声が高まり、担ぎ出されたのが柏原大五郎だった。 柏原は徳島ゴルフクラブの経営母体である徳島観光ゴルフ株式会社の初代社長で徳島商工会議所会頭である。最初は徳島ゴルフクラブの拡張を検討したが用地取得ができなかった。考えられた候補地は鳴門市瀬戸町北パクチックの標高130メートルを頂上とする丘陵地の半島である。北には 瀬戸内海が東には小鳴門海峡、西に肘湾と三方が海のシーサイドコースである。徳島ゴルフクラブの設計を行った佐藤義一に視察を依頼すると関西に比類なきコースができるとの評価だった。1963年2月26日、建設用地の買収も順調に進み、徳島県や鳴門市も協力的で新たなゴルフ場の建設に向けて、 経営母体、ナルトゴルフ株式会社を設立し、柏原大五郎が社長に就任した。同年6月5日、造成工事が着工された。コース設計は佐藤銀一、土木工事は日本国土開発株式会社、コース造成工事は足立建設がそれぞれ担当した。佐藤銀一は設計に関して土量の移動も少なく済み、変化に富むコースになる。 特に、瀬戸内海国立公園内の渦潮、海岸地形との調和にこだわったと語った。佐藤義一にとっては、ナルトの渦潮こそが第一のモチーフだったようである。その後、淡路島から、ナルト大橋も開通している。郵便番号771-0364徳島県、ナルト市瀬戸町北パクあざ北パク529-1。ありがとうございます。